どうも皆さんこんにちはチャックバスです。本日はですね2020年11月版 ANA クレジットカード入会キャンペーンまとめということで動画ねやっていきたいというふうに思います。こちらはですね毎月出させていただいておりますけども ANA のねクレジットカード入会ね検討されている方はですね是非ね参考にしていただいてですね ANA マイルね取りこぼさないようにねしていただけたらなというふうに思います。 まず、ね、マイトもプログラムっていうね ANA クレジットカードを初めて、ね、発行される方限定っていう風になるんですけども既存の、ね、会員の方から紹介番号とお名前をですね ANA の公式サイトに、ね、申請してその後クレジットカードを、ね、発行するだけでですね追加マイルがねもらえるっていう風になっておりますんでこちらもね取りこぼさないようにしていただけたらなっていう風に思いますでですね一般カードなら500マイルゴールドカードなら2000マイルプラチナカードなら5500マイル ファイルがねねもららえるっていってた形になりますすこちらです、ね、ANA の公式サイトで申請するっていうふうになりますんでこちらの動画の概要欄にね載せておきますのでそちらでね申請するようにしてください。でですね ANA カードをですね初めて発行される方はですね是非ね周りに ANA のねクレジットカードを保有されている方ねいらっしゃらないか一回探してみていただいてもしねいらっしゃらなかったらですね私からっていうね冗談を毎回言わせていただいてるんですけども ひとまずですね、確実に取りこぼさなないいいいよううにに、ね、してたただけたらなというふうに思います。またですね本日紹介させていただく ANA 側の、ね、キャンペーンについては10月から、ね、始まったキャンペーンだと思うんですけども今月で終了というふうになりますのでその点はですね覚えておいていただけたらなというふうに思います。 まずですね ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードからですねこちらの ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードに関してはポイントサイトからですね ANA マイルに交換する場合 東急ルートっていうね、ルートがこのクレジットカードがあるとね、利用できるクレジットカードなわけなんですけども今やっているね、ANA のキャンペーンについてはこちらのね、クレジットカードもね、対象というふうになっておりますのでですね、こちらの ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードの場合は「マイトモプログラム」と「ANA カード側のキャンペーン」 またポイントサイトの案件ということで一応30ドリがねできるっていった形になりますまずですねこちらのクレジットカードの年会費なんですけども年会費は初年度無料2年目以降は2000円というふうになっておりますでですね ANA カードのキャンペーンですねこちらエントリー必須というふうになっておりますのでこちらの動画の概要欄にね載せておきますのでエントリーね確実に行ってくださいまずキャンペーンの一つ目ですね期間中に ANA に1回優勝で登場すると 3000マイルがねもらえるっていった形になりますこちらは期間は2020年の10月1日から2021年の1月の31日までっていう風になっております次2つ目のキャンペーンですね期間中に20万円以上決済すると5000マイルがねもらえるキャンペーンがやっております期間は先ほどと一緒で 10月1日から2021年の1月31日までっていう風になっております次にポイントサイトの案件ですねこちらはポイントサイトライフメディアで600円分でね案件が出ているっていった形になりますこちらね10月の時はですね1300円分だったわけなんですけども11月に入ってねちょっとポイントがね 下がってしまったっていった形になりますこちらをですね東急ルートで ANA マイルに交換した場合450マイルがね獲得できるっていった形になります全部のキャンペーンを合計するとですね入会ボーナスで1000マイル毎度もプログラムで500マイル ANA のキャンペーンで8000マイルポイントサイトの案件で450マイルっていう風になりますので合計すると 9950ANA マイルがねもらえるっていった形になりますそれでは次にですね ANA、JCB、ソラチカ カードと NHJCB ソラチカゴールドクレジットカードですね。ソラチカカードの場合はですね。 マイトモプログラムと ANA 側のキャンペーンで JCB 側のキャンペーンポイントサイトの案件ということでなんと40ドリがですねできるっていった形になりますんでこちらね取りこぼさないようにしていただきたいなというふうに思います。でですね年会費に関してはソラ地下カ,カードが年会費初年度無料2年目以降は2,000円ソラ地下ゴールドカードの場合は年会費が1万4,000円というふうになっております。 まずねソラチカカゴーールドカードから解説していきまますねまずね ANA 側のキャンペーンはね先ほど紹介したキャンペーンとね同じっていう風になっているんですけどもソラチカゴールドカードの場合は ANA グループにね登場すると6,000マイルがもらえます。またですね期間中20万円決済すると5,000マイルがもらえるっていう風になっておりますので合計ね1万1,000マイルがもらえるっていった形になります。 次にですね JCB 側のキャンペーンですねこちらもエントリーが必須というふうになっておりますのでこちらもね概要欄に載せておきますのでこちらねカードが届いたらねエントリー確実にね行っていただきたいなというふうに思います。まずキャンペーンの1つ目ですね新規入会と登録でボーナス3000マイル分の1000ポイントがねもらえるっていうふうに なりますでですねこちら JCB のキャンペーンに関しては「おきどきボーナスポイント」っていうものでねポイント付与されますのでこちらですね直接交換で ANA マイルに、ね、交換するよりですねおきどきボーナスポイントから 東急メトロポイントに交換して ANA マイルにね交換するとポイント交換レートがねちょっとアップしますのでこちらのルートねぜひ覚えておいていただきたいなというふうに思います先ほどの3000マイル分1000ポイントをですねこのルートで交換するとまあ公式サイトにはね3000マイル分っていうふうに書いてあるわけなんですけどもこのルートを通せばですね4500マイルでね交換することができるっていった形になります次に期間中カード利用でマイルがもらえるキャンペーンも行われておりますカードの利用期間 に関しては2020年10月1日から2021年の2月の28日までっていう風になっておりますでですね、カードの決済額に関しては10万円以上利用すると1500マイル500ポイント50万円の場合6000マイル分2000ポイント100万円の場合15000マイル分5000ポイント 200万円以上決済で2万4000マイル8000ポイント300万円以上決済で3万マイル分1万ポイントがねもらえるっていった形になりますこちらね300万円決済した場合おきどきボーナスポイントで1万ポイントがね付与されるっていう風になるわけなんですけどもこちらもね先ほど話した同様ですね東急メトロポイントに交換して ANA マイルにね交換するとですね 公式サイトには3万マイルっていうふうに書いてあるわけなんですけども、こちらのルートを通すことによって4万5 0マイルでね交換することができるっていった形になります。で、次にキャンペーン2つ目ですね。家族カード新規入会でおきどきポイント300ポイント900マイル分がね、もらえるっていった形になります。家族カードはですね、年会費がね、2000円かかるっていうふうになるわけなんですけども、ソラチカゴールドカードの場合は3年間ね、全額キャッシュバックキャンペーンがね、やっておりますので、 でですねこちらの付与されるポイントに関しても300ポイント900マイル分っていう風になっているわけなんですけどもこちらも東急メトロポイントを経由して ANA マイルにね交換することによって1350マイルで交換することができます次キャンペーン3つ目ですねキャッシング枠設定と10万円決済で100おきどきボーナスポイントがもらえますこちらもですね先ほど同様ですね東急メトトロポイントから ANA マイルに交換すると300マイルって書かれているところが450マイルですね交換することができるっていった形になりますこちらのキャンペーンに関してはねキャッシング枠設定ということでこちらね嫌がる方もねいらっしゃるかなというふうに思いますのでこちらに関してはねお好みで利用していただければなというふうに思います次にですねポイントサイトの案件ですね先日のね紹介させていただいた動画で今ねポイントサイトハピタスのねキャンペーンがね とてもすごいことになっておりますので今回は、ね、ポイントサイトハピタスの案件でね、紹介していきたいというふうに思います でですね今ねバーッと話させていただいたわけなんですけどもこちらはね全部合計すると「マイトモプログラム」で2,000マイル「入会ボーナス」で2,000マイル「ANA」AN 側のキャンペーンで1万1,000マイル「JCB」側のキャンペーンで5万1,300マイル300万円の決済分を入れると3万マイルということでこちらね300万円決済した場合でね計算させていただいておりますけども合計10万と1,550マイルがね獲得できるっていったキャンペーンになっております。 クレジットカードのね決済額はねかなり多いですけども、まあ、もらえるねマイルもねかなり多いですよね。それでは次にソラチカカードですね年会費に関しては初年度年会費無料2年目以降は2,000円というふうになっております。 ANA 側のねキャンペーンはね先ほどとね紹介したキャンペーンと同じなんですけどもソラ地カ,カードの場合はですね ANA グループに登場すると3000マイルがもらえますまたね期間中20万円決済すると5000マイルがねもらえるっていった形になりますので合計8000マイルがねもらえるっていった形になりますそれでは次に JCB 側のキャンペーンですねまずキャンペーン1つ目ですね新規入会と登録ボーナスで300ポイントのねお気どきボーナスポイントがもらえるっていった形になりますこちら こちらも先ほど同様ですね東急メトロポイント経由の ANA マイルで、ね、交換していただくと 1350ANA マイルに、ね、交換すす。するることがででできっっていった形になりますでですねクレジットカード利用でこちらもねマイルがもらえるっていった形になっておりまして10万円以上決済すると500ポイント1500マイル分50万円決済すると2000ポイント6000マイル分。 100万円決済すると5,000ポイント1万5,000マイル分という風になっておりまして100万円決済した場合はですね5,000ポイントという風になっているわけなんですけどもこちらも先ほどと同様ですね東急メトロポイント経由の ANA マイルでね交換すると1万5,000マイルのところが2万2500マイルでね交換できるっていった形になっております次にキャンペーン2つ目ですね家族カード新規入会で300ポイントのおきどきボーナスポイントがねもらえるっていう風になります。 高級メトロポイント経由で交換すると1350 n 円マイルでね交換することができるっていった形になっております。それでは次に3つ目ですね。キャッシングワーク設定と10万円決済で100お気どきボーナスポイントがもらえるっていった形になります。こちらも先ほどと同様のルートでね交換すると450マイルにね交換することができるっていった形になっております。でですねキャンペーン全部合計すると毎朝プログラムで500マイル、入会ボーナスで1000マイル、 JCB 側のキャンペーンで25,650マイル, 25, マイル100万円分の、ね、決済分1万マイルを入れると5025マイルが、ね、獲得できるって言っっててた形になっておりますこちらね初年度年会費無料のクレジットカードで、まあ、100万円決済ということで、まあ、結構高額な決済なんですけども5万マイルがね獲得できるってのは結構すごいかなっていうふうに思います。 それでは次にですね、ANA アメックスクレジットカードですね。こちらのねポイントに関しては、 アメックスのね営業担当っていうのですね先日連絡先ね教えていただくことができましたのでこちらのねマイル文で解説させていただきますのでこの点はね覚えておくようにしてくださいでですねアメックスの営業担当を経由して発行するとですね紙で申し込みっていうふうになりますんで発行までですねネットと違ってちょっとね時間がかかるっていうふうになっておりますんでこの点はねご了承いただければなというふうに思いますそれではまずね アメックスのの一般カードの方からですね年会費が7000円英霊マイル移行手数料は年間6000円ねかかるっていった形になっております期間中にですねクレジットカード利用でマイルがもらえます3ヶ月以内に10万円決済で4000ポイント30万円決済で5000ポイント50万円決済で6000ポイントこちらね50万円の決済分と入会ボーナスとマイトモプログラムを入れると合計2 1500マイルがね 獲得できるっていった形になっております次ですね ANA のキャンペーンですねこちらも ANA のクレジットカードという風になりますのでこちらのキャンペーンね狙うことができます ANA グループにね登場すると3000マイルがもらえるっていう風になっておりましてまたね20万円以上決済すると5000マイルがねもらえるっていった形になりますので合計8000マイルがねもらえます でですね全部を合計すると2万 9500ANA マイルがねもらえるキャンペーンというふうになっております次に ANA アメックスゴールドですね年会費が3万1000円こちらの ANA アメックスゴールドに関しては ANA マイルへのね移行手数料がないっていった形になっておりますでこちらもですねクレジットカード利用でマイルがもらえるっていうふうになっておりまして10万円決済すると4000ポイント30万円決済すると2万ポイント70万円決済すると2万7000ポイント 70万円決済分を入れると7000ポイントということでこちら合計すると5万8000マイルがねもらえるキャンペーンという風になっておりましてここに入会ボーナスとマイトもプログラムをね入れると合計6万2000マイルがね獲得できるっていった形になっておりますまたね ANA アメックスゴールドのねクレジットカードに関しては独自キャンペーンということでこちらのね特典変更のね動画で解説させていただきましたけども2020年中はですねあともうね 1 2ヶ月ぐらいにしかないんですけども年内に60万円決済できると 1>, 1万円分のねスカイコインがもらえるキャンペーンもね行われておりますのでこちらもですねまあ、あと2ヶ月ぐらいしかないわけなんですけども60万円決済ねできる方であれば1万スカイコインもね狙えるっていった形になっております全部お付けすると6万 2000ANA マイルと8万 ANA スカイコインがね獲得できるっていった形になっておりますでですねまだ終わらないんですねここから ANA のキャンペーンが入ってきますので ANA グループにね期間中に登場すると6000マイル また期間中に20万円決済すると5,000マイルがもらえるっていう風になりますんで合計1万1,000マイルがねもらえますでですね先ほどのキャンペーンと全部合計すると7万3,000マイルと1万 a n s k y c o i n がもらえるっていうねキャンペーンになるわけなんですよねこちらね年会費が税込み3万4100円という感じで高額のねクレジットカードっていう風になっているわけなんですけども70万円決済して7万3,000マイルが もらえてまたね1万エーネスカイコインがもらえるっていうことでかなりね強烈なキャンペーンですよねでですね全然関係ないんですけども先日ね私もねとうとうこちら A.N. ネアメックスゴールドクレジットカードね発行いたしましたでですね私はしばらくねこちらねスーパーフレーズね切り替えていきたいなというふうに思っております いや、このキャンペーンねやっぱりねすごいですよねそれでは次にですね ANA ダイナースのキャンペーンですねこちら年会費が2万7000円こちらのクレジットカードも ANA マイルね移行手数料はかからないっていった形になっておりますでですね ANA ダイナースのキャンペーンはね2つからね選べる特典キャンペーンっていうのがやっておりましてこちらのキャンペーンもね11月いっぱいで終了というふうになりますんで発行検討されている方はですね今月末までにね決断していただければなというふうに思います でキャンペーンですね新規入会キャンペーンとして特典がね二つ用意されてるっていう風になっておりまして A コースは最大五万三千マイルがね獲得できるっていったキャンペーンになっておりまして B コースは初年度年会費無料プラス最大二万マイルがね獲得できるっていったキャンペーンになっておりますそれではね A コースから解説させていただきますけれども期間中三十万円のようで一万五千ポイント六十万円決済で三万ポイント六十万円の通常分の決済分で 6000ポイント家族カード発行で1,500ポイントビジネスアカウントで500ポイントこちらポイントがねそのままマイルっていうふうになりますんで合計で5万3,000マイルがね獲得できるっていった感じになっております。 これにですね入会ボーナスとマイトモプログラムがね入るっていった形になっておりますので合計5万7,000マイルがね獲得できるっていった感じになっております。でですねこちらのクレジットカードを利用のねキャンペーン期間については大体ね3ヶ月ぐらいっていうふうになっております。 それでは次に B コースですね期間中30万円の利用で年会費2万7000円分が無料っていう風になっておりますでですね60万円利用で1万2000ポイント60万円の決済分通常分が6000ポイント 家族カード発行で1500ポイントビジネスアカウント発行で500ポイントという風になっておりましてこちらもねそのままポイントがマイルっていう風になりますので合計ね2万マイルがね獲得できるっていった感じになっておりますこちらもですね入会ボーナスとマイトンプログラムがねさらに入るっていった形になりますので合計2万4000マイルがね獲得できるっていった感じになっておりますまた ANA クレジットカードのねキャンペーンもね対象になるっていった形になっておりますんで ANA グループに ですね登場すると6,000マイルがもらえますしまたね20万円決済すると5,000マイルがねもらえるっていった形になっておりますですので追加してね1万1,000マイルがもらえるっていうふうになりますんで A コースの場合はですね最大6万8,000マイルがもらえるっていう感じになっておりまして B コースの場合は最大3万1,000マイルがねもらえるっていった感じになっておりますでですねこちらの ANA ダイナースのねクレジットカードに関してはねちょっと注意事項がありましてキャンペーンで 解説させていただいている家族カードとビジネスアカウントカードね作成に関してマイルがもらえるわけなんですけどもこの2つに関しては「有料」っていうふうになっておりまして家族カードは6,000円ビジネスアカウントカードは2,000円ということで合計8,000円かかるっていうふうになっておりますのでまあ8,000円払ってね2,000マイルをもらうっていった形になりますのでどっちがいいのかっていうのはですね結構人によってね 変わるかなというふうに思うわけなんですけども個人的にはですねまあ8,000円で2,000マイルであればですね、まあ、魅力ではあるんですけども見送っていいかなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか今回はですね2020年11月版の ANA カード新規入会キャンペーンまとめということで動画ねやらせていただきましたけども ANA 側のねキャンペーンがですね先ほども言いましたけども今月で終了というふうになりますんで来月以降ね あるかどうかっていうのもわからないですし来たとしてもですねどのような感じのキャンペーンっていうかはちょっとわからないっていう風になっておりますので今ね行われているキャンペーンについては ANA グループにね登場するプラス決済っていう風になっているわけなんですけども決済額に関してですねそんなに多くないので個人的にはですね結構おススメっていう風になっておりますまたですね今現在ねおすすめのクレジットカードに関してはやはりね私も発行させていただいた こちらですね ANA アメックスゴールドクリエットカードねかなりおすすめっていう風になっておりますんで70万円決済で最大7万3,000マイルとプラスね1万 ANA スカイコインがねもらえるキャンペーンっていうのはねかなりすごいっていうふうに思いますので。 もし、ね、発行検討されている方はですね是非ね参考にしていただければなというふうに思います今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思いますこの動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやっておりますんでフォローをチェックしていただけるととても嬉しいです私のチャンネルですねこういった ANA ル、日あるマイル、お得情報クレジットカードマリオットボンボイホテルヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんでチャンネル登録してない方はですね是非チャンネル登録していただけるととても嬉しいです それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。